ラゴンフルーツよ。不思議な味。とっても美味しいです。おそうだそうだ、お前もご飯にしようね。どんな作戦だ。ロッコロ族の長にはとても可愛がっている孫娘がいます。それがどうした。その子を人質に取れば必ずや。はあ、お腹いっぱいで苦しいや。しかしな、あの大きなバナナ二口で食べちゃうんだもん。さすがジャイアン。あんなの朝飯前、いや晩飯前だぜ。ドラえもん、僕の兜と取り替えっこして。